ここからは森林地帯ですね。見た感じ、深い森がずっと向こうまで広がっているようです。おそらく、いえ間違いなく、モンスターも徘徊していると思われます。マップの広さ、予想されるリスクなどを勘案すると、もう少し人数を集めた方が効率的かと。ですので、ここは一度引き返して、改めて探索の準備を整えることを提案します。いかがでしょうか、団長。うん、そうだな。とはいえ、地形や出現するモンスターの種類はある程度事前に把握しておいた方がいいだろう。本格的な探索にかかる前に、我々だけで少し下見をしておくべきではないかな。私たちだけでですか。おや、アスナ君は反対かね。ええ、賛成はできません。見通しの悪い未探索エリア、しかも私たちは今3名のみ。無用な危険を犯す必要はないのでは。何より団長はこのアインクラッドの攻略に不可欠な戦力です。万一のことがあったら。慎重だね。このところ少しばかり実戦から遠ざかっていたし、勘を取り戻しておきたいのだが、それに未踏の地に第一歩を記すというのはなかなかに心躍る体験だよ。君と親しいあの黒の剣士も真っ先に飛び出していくタイプではないかな。そうかも。あ、いえ、彼のは無効密とか無謀と言うんです。一度こうと決めると、こっちの忠告にも耳を貸せなくなっちゃうし、この間だって今彼のことは関係ないでしょ。そうだな、失礼した。いえ、あなたの意見は。ノーチラス。はい、撤退のタイミングを見誤らなければ大丈夫じゃないかなと思います。油断するわけじゃないけど、団長の防御を抜いてくるようなモンスターが突然出現する可能性は低いでしょうし。だけど。ノーチラス君は下見に賛成と。多数決なら2対1だね。団長。私は自分の能力にそれなりの自負を持っているが、それ以上に君たちのことを信頼している。この3人であれば滅多なことは起こらないと思っているのだがね。どうかな、アスナ君。はあ、わかりました。それが団長の決定なら従いますし、全力でフォローします。その代わり、危険があればすぐに引き返しますからね。結構。さて、それでは進もうか。ねえ、アスナさん、団長、今日はなんだかこうちょっとテンションが高くないですか。そう？まあ、あえて少人数での探索を主張するのは珍しいけれど、言われてみれば少し楽しそうかしら。うん、血明騎士団の団長ヒースクリフ、団員ノーチラス、そして私は副団長のアスナ。私たちはカヤバ明彦によって VR ゲームソードアートオンラインの世界に囚われてしまった。生きて帰るためにはこのゲームを攻略しクリアしなければならない。そのはずよね。でも何なのかしら、この違和感は。どこかがおかしい、そんな思いが。アスナさん。いえ、何でもないわ。今行きま…なんだ。くそ、この…吹っ飛べ。森の奥から誰かが戦ってるようだね。で、のんきに構えてる場合じゃないですよ。こっちにもモンスターの群れです。蹴散らして、奥の人と合流しましょう。やったー。
敵を発見。これだけだ。試してみるとしよう。敵を発見。これならば。甘い。手置きよ。私を倒す。私が相手に。遅い。甘い。終わりだ。これでどうかな。警戒しろ。食らってみろ。ほら、行くぞ。マイプシャー。私を倒す気がある。行くぞ。行くぞ。
つけたぞ。行くぞ。いや、おりゃ。遅い。いや。任せろ。任せろ。向こうで戦ってる人は大丈夫でしょうか。こっちの敵を早く片付けて救援に向かいましょう。行くわよ。見つけたぞ。守ってみせる。私が相手に。ここなら。最後まで戦えたな。アイテムか。さてと、これでモンスターは一通り掃討できたか。久しぶりの戦闘は少々あっけなかったな。思ったより楽に片付きましたね。気を緩めないで、引き続き周囲に目を配ること。了解。おや、誰か来ますね。よっ、そっち側のモンスター受け持ってくれてサンキューな。いや、助かったよ。あんたら強いね。私一人だったら袋叩きにされてたかも。あなたは大丈夫だった？大きなダメージやバッドステータスは受けてない？なあ、平気平気。おう、私深次郎ってんだ。加勢ありがとだぜ。間に合ってよかったわ。私たちは決明騎士団、私は副団長のアスナ、そしてこちらがヒースクリフ、団長を務めている。団員のノーチラス。決明騎士団、あの有名な。深次郎君は我々が決明騎士団と名乗ったことについて疑問に思わないようだね。ん？だってあんたらすごい知名度じゃん。ネットとか SAO 事件の本で読んだことあるよ。 SAO 内で結成された有力ギルド、アインクラッド攻略の最前線で重要な一角を担う。しかしそれを率いていた団長は実は、あれ？団長のヒースクリフは確か、私がどうかしたのかな。確か衝撃の事実があったような。ああ、何を言いかけたんだろう私。なるほど、この少女にも記憶認識の混乱が、いや、むしろ置き換えと表現すべきか。団長、何かおっしゃいました？いや、
何でもない。それより深次郎君はなぜこんなところに。この辺りは未探索エリアだと記憶しているが。ソロでレベリングでもしてたの？いや、それがよくわかんないんだよな。ついさっきまでそれと一緒だったんだよ。町の近くで狩りしてたはずなんだけど、それがいつの間にか一人で森の中にいてさ、しかもいきなりモンスターに囲まれてて、飛ばされてきたということ。テレポート系のトラップかしら。穏やかではないね。場合によっては致命的な事態を引き起こしかねない。もう少し詳しく話を聞かせてもらいたいところだが。モンスター発見、接近してきます。このままだと囲まれますよ。安全を確保するのが先決か。二組に分かれてあしらいつつ離脱しよう。深次郎君も手を貸してもらえるかな。おう、合点よ。任せとき。系のミッションか。さて、どうしたものか。はっ、よっ、とう、さっ、よっ、はっ、せいや、よっ。ミッションクリアだな。先へ進もう。安全な場所を確保し、後方支援は任せてくれよな。協力して切り抜けましょう。守備は任せる。なんだこれ、すげえ。さーて、気合い十分だぜ。ここはどんなもんかね。てっ、おっと、ほう、敵さんの
けるぞ。全滅できたら。ちょい待ってね。ほう。せっ。よっしゃ。リロードだ。よっ、よいしょ。ほう、よっと。よっ。心の敵は全部片付けるぞ。最後にモンスターの姿ありません。どうやら振り切れたようですね。ここまで来れば大丈夫だろう。ご苦労だった。深次郎君も協力感謝する。いやいや、あの血明騎士団と共闘したなんていい土産話ができたよ。それにしてもあなた珍しい武器を使うのね。二刀流じゃなくて二丁拳銃。ああ、右田と左子は拳銃じゃなくてグレネードランチャーだね。榴弾で広範囲を吹っ飛ばせる可愛いやつらだぜ。 SAO にそんな武器があったかしら。深次郎さん、それどこで手に入れたのか思い出せる？あ、お店で買ったかな。うん、そうだよな。レンと一緒に装備見に行って店のお兄さんに説明してもらって。どこのお店？どこって、どこだっけ。あのアスナさん、初対面の人にそう根掘り葉掘り聞くのってあんまり良くないんじゃないかな。そもそもアスナさんの主武器って再建でしょ。まさか乗り換えようとか。いえ、そういうわけじゃ。そうね、ごめんなさい深次郎さん。いいや、気にしてないよ。でも
引っかかるんだよな。そう、何かが引っかかる。何かがおかしい。正しくない。でもそれが何なのかどうしてもわからない。すごくもどかしい。さて、モンスターがリポップしないとも限らない。この辺りで一度森から出るとしようか。了解です。